変わるシリーズファンの皆様こんばんは。アベマアナウンサーの藤田環奈です。今夜のとある科学のレールガン T は特別編です。豪華なキャストの皆さんが一堂に揃った大派生祭 in アベマをお送りいたします。史上初の14名ということで私も非常に楽しみにしております。さあそれでは早速お呼びいたしましょう。どうぞ。三坂美琴役佐藤里奈。こんばんは。皆さんこんばんは。とある科学のレールガンで三坂美琴役の佐藤里奈です。よろしくお願いします。白井黒子役新井さとみ。とある科学のレールが T ですの、ジャッジメント白井黒子役新井さとみです。よろしくお願いします。ウイハル飾り役豊崎亜希。皆さんこんばんは。とある科学のレールガン T、 私だってジャッジメントです。ウイハル飾り役の豊崎亜希です。よろしくお願いします。サテンルイコ役伊藤かなえ。みなさんティー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 かわいい。あ、こっちだ。とある科学のレールガンティー。はい、私の友達はジャッジメントですの。はい、サテンルイコ役の伊藤かなえです。よろしくお願いします。食宝美咲役朝倉あずみ。食宝美咲役の朝倉あずみです。メンタルアウト T。 よろしくお願いします。岡瀬純子役津田みなみ。はい、皆さんこんばんは。とある科学のレールガン T。 岡瀬純子役津田みなみです。よろしくお願いします。三坂妹役佐々木のぞみ。はい、皆さんこんばんは。とある科学のレールガン T。 やりたかった。今日は2万人分の思いを背負って頑張ります。よろしくお願いします。インデックス役井口ゆか。どうも、科学のレールガン T は出ていません。エンデックス役の井口ゆかです。よろしくお願いします。ラストオーダー役日高里奈。どうも。ちょっとこの流れはいきましょう。とある科学のレールガン T。 ラストオーダー役の日高里奈です。よろしくお願いします。垣根提督役松風雅也。あの皆さん、とある科学のレールガンピー。どうも垣根提督役松風雅也です。よろしくお願いします。すいません。麦のしずり役小清水亜美。松風さん出る前にあんなにボーネてたらティーやるのかどうなのか。結局可愛かったティー。次の役小清水です。よろしくお願いします。さすが。ソギータ軍派役川西健吾。ソギーティ軍派役の川西健吾です。よろしくお願いします。アクセラレーター役岡本信彦。面
面白いやつ、あ、やめとけ、面白いやつやめとけ、あ、どうも、アクセラリー T 役の岡本キングのみこです、どうもお願いします、上条東馬役、阿部敦史、どうも上条ティーマー役の阿部敦史、よろしくお願いします、もうなんだこの流れを作りやがって、なんだこれは、まったくさあ、ということでまして、はい、改めてタイトルコールをですね、佐藤さんにお願いします、タイトルコールをやります、先に撮ってもらいます、これ私がとある科学のレールガン T って言うんで、みんな T やるんですよ、いいですか、絶対だぞ絶対だぞ、いいですか、いきますよ、とある科学のレールガン T、 スペシャル特番大派生サインアーベマー、はい、はい、ということでございました。今回ですね、総合司会を僕と、岡本くんでやらせていただくことになりました。はい、とあるシリーズ今回最多の出演者ですね、総勢14名ですか、そうですね、ね、皆さんが一斉に喋り出したら外野になりますから、ね、いやね、そうなのよ、まあ、ただですね、ちょっとこれで聞こえにづらいところもあるけど、そうですよこれ、はい、いや、ていうかそもそもとあるのイベント自体が結構稀だからね、そうなんですよ、そう、大体男は出れないんです、はい、そう、すごいことですよこれは、うん、今回4人もいますから、ゆえ、はい、でもなんか変なことやらされてすごい嫌だ、似合ってました、変なことやらされて、前に出られた皆さんのプレッシャー半端なかったですオープニングが散々言ってましたね、見たかもしれないけど、垣根 T 得ってやりたかった、あー、そっか、どっちか、そっちか、すいません、後でやってもいいやってもいいんですよ、やりますか、盛りだくさんなんですよ、盛りだくさん、みんな何かしら入ってるのかお前もし自分の役が変わり選べるとしたらどの役がいいですかということで、これ松風さんから皆さんへですね、でもまあ秋ちゃんとか佐々木さんとか星光さんとかにも聞いてみましょうかね、あ、お願いします、なんかみんな手を挙げてますね、誰がいいですか、じゃあ星光さん、どうして、ウィハル、あ、すいません、これ書き忘れたんですけど、もちろんモノマネしてくださいね、ちょっと、すげえ話したな、どう聞こえてるかっすね、うん、なんだろう、そんで、じゃあ、ういはるさん、ね、嬉しい、ね、かわいい、ね、ふわふわ、嬉しい、やった、ザーテンさん、やめてくださいよ、ザーテン死んでよ、これ死ぬよ、やめろ、絶対に、そうですよ、絶対めくりません、そう、麦のバージョンのウイハルってことですね、怖いよ、あと一歩あれしてたら多分チュッ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 、めくっただけでやめなさい、こっちレベルゼロなんでちょっとすいません、無能力なんですいません、でも嬉しい、これいいでしょうか、麦のバージョン、これでいいですか、スペシャルな感じで、素晴らしいですね、スペシャルですね、いや絶対にめくってはいけない、もう二度と焼かれます、二度と、じゃあさっきまた手を挙げてる人いない、はいはい、はい、じゃあ佐々木ちゃん、はい、佐々木です、私はですね私は以前はアクセラレーターやりたい、あら、おお、なんでなんで、いや、お前一番ひでえ目に合わせたんで、大丈夫、二度と相手のジュラーをやりたかったんですけど、はい、今はソギータさんをやりたい、あ、じゃあもしかしてすごいパンチが効ける、おせやで言うてしもたと思って今やりますよ、やってやりますよ、あ、嘘、秘密のペーパーが見える、じゃあ行きます、はい、まんまやろ、行くぞ、ハイパーエキセントリックウルトラグレートギガエクストリームもっかいハイパーすごいパンチ、おー、いよちなみにそれを、うん、あのシスターズ風に読むとどうなってるんですか、そっちの方がカンペお願いします、行きます、ハイパーエキセントリック行きますよ、はい、ハイパーエキセントリックウルトラグレートギガエクストリームもう一回ハイパーエクストリームウルトラギガエトギガエクストリームすごいパンチか細いすげえうっすら聞こえたアクリル
これぞレアですね。レアだね。これぞレア。ありがとうございます。じゃあもう一人いましたよね。ね、もう一人。はい、あきちゃん。じゃあ、あきちゃん、私はずっと麦野が大好きなんですよ。おお、はい、お互いに、ね、なんだ、そういうこと、嫌だ、そういうこと、どういうことですか、どういうこと、相手に CD ということで、私は変わってみたらいいよ、あの、もうね、ハマズラっていうセリフが本当にもう毎回しびれていて、もう本当ハマズラになりたかった。そっちだ、なりたかった、どっちになっちゃった。いや、言われたかったっていうのでね。まあ、あの本当にあのかっこいい役をやってるし、小清水さん大好きなんですけど、特にやっぱ麦野の強さってやっぱこう、やっぱ尋常じゃないので、うん、それで麦野、私にないものしかない麦野、わー、聞きたいな、聞きたい、じゃあいいですか、あのスカートめくられた麦野で。違うんだよ、違うんだよ、違うんだよ、そういうことじゃないんだよ、違うんだよ、そういうことですね。あ、じゃあスカートめくられた麦野バージョンのウイハルみたいな。あ、難しい、キャラが手前にしてるけど、まあいいや。いいね、いいね、いきますよ。かわいいわ、素晴らしい。そう、ありがとうございます。なんか思ってたのと違ったんですけど。違った、でも楽しかったです。よかったか、楽しかったならよかったでしょ。でもこれちょっと小清水さん、一回豊崎行ってあげていい？あ、いい、お待ちください。わかりました。豊崎喜んでるわ。めちゃくちゃ喜んでる。ファンさん、ありがとうございます。これを目覚まし時計にしたいな。ちゃんと楽屋でやっていただいて。じゃあ次のテーマいきましょう。すごいパンチはご自宅でどのくらい練習しましたか。ちょっとやってみてほしい。こちら、佐々木のぞみさん、津波奈美さんから川西くん。ありがとうございます。すごいパンチの練習ですか。まあ、相当したでしょうね。ちょっと今住んでるところに3年前ぐらいに引っ越してきたんですけど、うん、初めて壁ドンされました。ドーンってされて、まあ、やってた時間も時間だったんですけど、さすがにあの声量でやると、うん、あ、怒られるんだなってちょっと認識を。なるほど。隣人からすごいパンチだね。隣人からね、壁向こうからね。じゃあこれはやっていただく方向でよろしいですか。はい、聞いてみたい。みんな立ち上がった。壁ドンくるやつだ。壁ドンくるやつだ。壁ドンくるやつだ。いきます。ハイパーエキセントリックウルトラグレートギガエクストリームもっかいハイパーすごい T。 違うんだ。すごい T だろ、 T だろ、 T だろ、すごい T、 すごい T だ。やばいよ。小清水さんが隣に住んでらっしゃる。じゃあしょうがないね。さてここからは大派生祭らしくゲームに挑戦してみましょう。こちらです。大派生祭 in アベマチーム対抗丸抜ゲーム。ということでですね、今からとある科学のレールガン T にまつわる、T! 忘れてた、忘れてた、もう忘れてた、忘れてた、もう一回いきますか。とある家具のレールガン T! にまつわる超マニアック丸罰ゲームに全員挑戦します。はい、今回ですね、チーム対抗ということで、まずはチームを発表させていただきます。はい、まずはレールガン T! チームです。こちらですね、 T ってやってる方々です。はい、こちらですよ。やっちまうところだって、危なく。はい、そしてヒロイン&レベル5チーム、T! やんだよ、ね、やんだよ。ないけど T。 今回ね、そのチーム人数に差があるということで、はい、強力な助っ人として、はい、ミスターとあるシリーズ阿部さんに、はあ、ヒロイン&レベル5チームに入っていただきます。こちらだ、やった。そうですよ。でも阿部さんは確かにソギータにヒロイン抱っこされてましたからね。されて、あ、されてたね。もうヒロインですよ。あの時にヒロインになったの俺。はい、なってます。とある博士じゃないですか。ずるいよ。そうですかね。勝ちましたね。まあ、勝ちましたか分かんないけど、まあでも多分そちらはね、まあ、T の絆があるんで。あ、そうだね、絆の力が。じゃあちょっとね、負けるから。でも頑張りましょう。でもね、それでは第2問目、こちらディディン。はい、
ウィハルが左手に持っているのは綿飴である。うわイカだった。これはむずいですよ。こっちを見るな。え、これ せーので出すか。せーの、これせーのでいきましょうね。せーので、これむずいっすよ。あ、でも豊崎ちゃんはね、もうこれはね、まあそうだよね。あの、豊崎ちゃん何が好きです？いちご焼きそばを買ってるのは覚えてるんですよ。買ってた。なるほど。え、でも、たこ焼きじゃないこれ。あ、そう、え、たこ焼き、ここたこ焼き売り場じゃない？後ろはそうですね。まあ、確かにね。隣が焼きそば、そうなんですが。あ、隣が焼きそばだ。いちご焼きそば。え、食べ合わせ考える？何でいや、食べ合わせ。食べ合わせなの？リンゴ飴との食べ合わせです。それで言うと、ウィハルに食べ合わせの概念はないので。うん、ないよね。え、これ、私、こっちかな。え、こっちじゃなかったっけ。私もこっちかと思って。マジで？いいですね。せーの、せーのでいきましょう。せーの、どい。はい、どっちが多いんだろう。あら、こちらは×が多いですか。分かれるの、これは。こちらは、一人以外×。私が今一番、ちょっと信じられない人です。いや、分かんないけどね。では、いきます。こちら、正解はですね、チョコバナナです。バツ。すごい。こちらかなりポイントいったんじゃないですか。レベル5、4、3。そうでしたね。もちろん覚えてましたですよね。ちゃんと正解しますもんね。もちろん。やっぱりケアのためにあえて言わなかった。これでもチーム戦でしたね。そうですね。数ですもんね。数なんで、やっぱこっちの方が今ちょっとリードしてる。皆さんごめんなさい、自信がなさすぎて本当に。いやいや、まさかこんなね。いやいやいや。では続きまして、第3問。3問。デデン。ミコトが手に持っているインディアンポーカーの色は黄色である。丸かバツか。これでもだからこっちを見るな。サドラさん黄色好きですか。黄色はね、嫌いじゃないけど。嫌いじゃないですよね。嫌いじゃないけどね。サドラさん覚えてますよね、もちろん。そうそう、覚えてる。色変わったら芝居変わりますもんね。変わる。繊細な芝居。これ黄ビジュアルだから。何色の芝居しました。いや、なんか色によって見られる夢が違うんですよね、これ。そうです、そうです。え、なんか二人が、ウィハルサテンがなんかちょっとみたいな顔してるじゃない。でも明るい顔してるサテンさんと。サテンさんはインディアンポーカー知ってますからね。興味津々だもんね。そうなんですよ、暖色系が明るいハッピーな夢。あ、ジャンルと色って関連性あったんだ。そうなんです。柄が違うのはそうだと思ったけど。いいとこに目が。黄色かどうかですよね。着眼点いいですね。黄色だ、黄色かどうか。まあ、それが黄色かどうかだよね、要はね。黄色だったかな。この配色を考えよう。そうしましょう。後ろブルーですからね。配色ビジュアルだから。そっち、だいぶメタ的な。法則で考える。なるほど。じゃあ、皆さんよろしいですか。黄色映えるんじゃない。俺にした。俺にした。俺もわからんよ。じゃあ、せーので出します。じゃあ、せーので行きましょう。うちはチームで揃えて数でいく。どうする。あ、それもありですね。数もありだと思います。圧倒的な数でいくか。ミスター、ミスター、ミスター、オッケー。分からんけど。なるほど。じゃあ線を見ましょうか。チーム戦っぽくなってきた。せーの、ドン。はい。こちらはレベル5チームは全員バツド。あれ、これむしろ。あれ、あれ、あれ、あれ。新井さん以外全員。なんか黄色映えるかなと思って。映えそうですね。おしゃれ感覚ね。でも逆に言えばこれ黄色だったら、新井さん一人勝ちと。あ、確かにそうだね。ということになります。では答え発表します。正解は。紫。ピンクって書いてある。ピンク。こいつは違うんだ。あ、ほんと紫って書いてある。紫って書いてある。ピンクですね。ピンク。そういう面白さいらないから。失礼しました。今時間ないとこでやってみた。あ、すいません、やってみました。すいません。というわけで、バツ。あ、やった。正解はバツです。はい。いや、すごいですね。かなりポイント。これも圧倒的になってるじゃないですか。気持ちはわかる。気持ちはわかりますよ。黄色が良かった。そうだね。黄色が良かった。おしゃれ。個人の思い。続いて第4問。はい。デデン。あ、かわいい。はい。左の緑のカエルはゲコタ、右のピンクのカエルはゲコミである。ゲコミ。まあ、ゲコタは確かにたくさん出てくるけどね。え、ゲコミも集めてんの。ゲコタはシリーズ全部集めて、レインボーゲコタとかもあったんですよ。そこ雑食なんだ。全部行くタイプ。雑食。これ穂風さんとかとね、
やばいみたいな。スタちゃんも詳しいってこと。あ、そっか。ゲコタ情報はこの2人だよね。じゃあ2人から聞けば。はい。メタ的ですね。詳しいですよね。どうですか。詳しいですよね。サトリアさんでももうこれは多分自信があります。分かる分かる。じゃあ全員チームと結構みんなで共有できましたので。もちろんしました。もちろんですね。見えました。バッチリ。見えた。それだめ。見えないよ。それだめ。ちょっとほら。井口さん向こうのチームのこれをあのカンニングしたってこと。それをそんなに堂々と今言っちゃった。嘘でしょ。見えましたって。これがヒロインなんです。正ヒロインです。ひらめいたね。ひらめいたみたいな。どっちひらめいたのかな。ひらめきましたのは。ひどすぎ。ひらめきっていいな。ひどすぎ。ひでえな。じゃあせーのできましたね。せーの。全員罰ですかね。全員罰。これはひどい。意味ある。チーム対抗。正解いきます。正解は罰。ゲコゲコなの。そうなんだよ。ゲコ言ったことある。皆さんすぐ分かりました。名前言うもんね。言ってた。当然ね、津田ちゃんも分かったってことだもんね。あ、はい。よかったです。いや、というわけで、ね、あと何問あるんですか。あとですね、まあそろそろ次ラストですね。ラストラスト今どうなってんの。多分おそらくレベル5の方が同点。何で同点。あ、人数差があるから。あ、すごい。人数差があるんだった。やった。じゃあ今どうやって最後で最後で、ね、ラストラレーター的にもなんかラストラレーター、ラストラレーター、ラストラレーター、あ、まあ、なんかもらえたりするんですか。まあ、1億ポイントぐらいですか。ラスト問題のポイントが1億ポイントになります。最後が最後じゃん。いや、でもこれこの後もあるんじゃないのかな。大丈夫ですか。まあ、とりあえず行きましょうかね。はい、最後の問題こちらです。みことが持ってきたジュースの名前はスイカコーチ。丸かバツか。俺なんか覚えてる。缶の色が見えない。最後だからこそ打ち合わせずに行った方がいい。あ、最後、あ、いいですね。いいと思います。こちらこれは最後潔く、おのおの潔く行きましょうか。おのおの行きますか。14話だからあれだよね。多分あれだよな。踊る前、俺この漢字に見覚えジュース、飲み物買ってくるって言って、うん、そうそうそう、皆さんどうでしょうこれ、うん、ね、ポピュラーな飲み物ですよね、スイカ。相談なしでいっちゃう。相談なしでいきましょう。もうせーのいきましょう。いきますよ、せーの。さあ、これあれあれあれ、まず T チームは丸が3人、バツが4人。すごい割れてますね。割れてて、こちらのチームがすごい、マジすごい。めちゃすごくない。一致団結。なにこれ、急に絆出てきた。なにこれ、なにこれ、なんだこれは。もしこちら丸だった場合、相当ですよ、これだって一気に3億ポイント分。1人1億。じゃあ行きます。正解なんと、マネー。ました。すごい、すごい。これすごいことですよ。すごいね。本当何もせずちゃんと各々の気持ちで丸が全員揃った。すごい。本当だ。本当にみんなのポイントがすごい。やった。すごくないですかこれ。すごい。いや、スイカまでは覚えてて、ただそれが紅茶だったかどうか。なるほど。怪しかった。茶かもしれないってことですね。そうそう。緑茶かもしれないし。スイカ紅茶。いや、素晴らしいですね。こちらもね、やっぱ T チームも俺。パーフェクト。俺パーフェクト。やった。さすがミスター。やった。やった。よかった。さすがですね。間違えたらどうしようかと思った。というわけで。さすが。スタッフさんは1億ポイントとか関係なかったんで。では発表させていただきます。まず T チームが26ポイント。で、ヒロイン&レベル5チームが29ポイントです。やった。レベル5&ヒロインチームの勝利。やった。まあこれ勝ったから何があるってことですよね。でもこれ累積されていくんじゃないですか、このポイントの。そうそう、これ累積というはされないと。されない。あ、これはここで。ここはここで。これはここで終わりで何もくれないですか。ちょっと。やっぱそこは阿部さんが焼肉をおごってくれます。
お前らも違うんだよ。さすがのスタートワルカ。すげえな。座長、有馬さんお願いします。